ちは、ふたる草です。今日はディップフラワーで金木犀ですね。秋になったなって感じる一番のね、お花かなと思うんですけれども、30番のね白地の、地巻きワイヤーで作っていきます。半分の長さに切りました。7ミリのゲージスティックですね。こちらはで5回巻きつけます。かなりギリギリでね、巻いてあげてねじってから長い方ですね、片方をゲージの溝に通してねじって留めます。でこんな感じでちょっとねじるとね、ピヨンと余分な部分が出ると思うので、そこはカットしてワイヤー1本でね、していきます。で少しね根元のところをキュッとつまんであげてから広げていきます。5回じゃなくて4回でしたね。何かとごっちゃになってます。 4回でね、4枚の花びらのお花を作っていきます。で、26番のグリーンワイヤーでね、ちょっとだけ、残して、これがね、下のワイヤーになるんですが、1個丸を円を作ります。で先端を尖らせて、まあ、少し気持ち細長い目の葉っぱですね。あれですけれども、で片方長い方でねブリッジをかけてあげてください。結構余裕ありましたね。もうちょっとね下の部分長くてもよかったかなとこういう時思うんですが、でこれ6枚ぐらいでいいです。10枚ぐらい作りましたけど、そんないらなかった。で今回はオレンジにね、ちょっとオレンジだけだとね濃いんで、私はクリア混ぜてますけれども、こちらでディップしていきます。結構ね、お花の下のあたりまでちょっと、ディップ液つけて色をつけてしまった方がいいかなと思います。で葉っぱの方は普通にねグリーンでディップしていきます。ライトグリーンでもね大丈夫かなと思いますが、まあ、これは普通にねドボンとつけて、ちょっと大きい葉っぱなので先端に液を流してから、こちらで根元の方にねディップ液さらに垂らしていくって感じでいいかなと思います。乾いたらねストレンスナーつけます。花が今回ね75個ぐらいでかなり作ったんで大変かなと思いますが、頑張ってください。で余分なねディップ液はカットしてストレンスナーつけてくださいね。だいたい今回9個から8個くらいで、こんな感じでひとまとめの塊にねしてあげてねじって止めていきます。はい、こんな感じですね。でこれがまあ、8個ぐらいできたと。で、20番のワイヤーを半分くらいに切って、これをね、茎というか、まあ、枝ですね。もう金木犀木なん でたくさん作りましたが、そんなに使わない葉っぱと、あとはねちょっと花バラでね3個ぐらい残ったんで、で、このね金木犀のお花ってちょっと変わってて、なんだか、枝のねすぐ近くから咲いてるんですよね。なので、まあ、葉っぱ2枚ぐらいをまずはお花に差し込みながらねじって留めて、それごとねこの枝として使うね、ワイヤーとまとめていきます。これでね、私はまあグリーンでいいかなと。ここだけね枝だから茶色ってするとちょっとどうだろうなと思ったんで、まあ、グリーンでね、そのままフラワーテープで巻いていきます。でかなりなのでお花はね枝から近い位置からで巻いてしまって構いません。ちょっと今ね緩いくらいですね。少し距離が出てしまってるので、もっともっとお花がねもうね枝からねわっと出てるぐらいな感じで、ちょっとなので2塊をいっぺんに、まあ、左右につけたぐらいな感じですね。これ2つでやってますが、3つね1箇所から、塊出していただいてもいいぐらいかなと。もっともこもこついててもね可愛らしいかなと思います。であとは、まあ、葉っぱ2枚で1セットぐらいでね枝につけていけばいいかなと思うんですが、なかなかね金木犀ね匂いはよく嗅ぐんですが、ちょっと咲いてるのまだちょっと早いかなっていう感じだったので、これ作ってる時には、はい、参考になるのが画像だけだったんですが、でその下にもねまた同じように2つもうちょっとね上の花ともうくっつくぐらいですけれども、ちょっと密集させてお花がねわっと咲いてるっていう感じに、しました。この辺のねアレンジは
お任せしますが、まあ、茎というよりね枝なので少しモコモコして太くなってしまっても、まあ、構わないかなと思って、そのままね、ワイヤー切らずにくっつけていっております。はい、ちょっとねでお花の位置を少しばらけさせるというか、まあ、少しね間隔を整えてあげて、最後はね、1,2,2,3 かな、の数でついています。上から上が1、次が2、その下もすぐ近くね2で、ちょっと距離空けて3個の塊っていう感じですかね。で残ったねバラだった花もね一緒にくっつけてしまいました。はい、で、まあ長さはねこの辺はその後ね使う、花瓶などのね長さに合わせてカットしたり曲げたりさらに延長したりいろいろねやってみてください。なので最後にもう2枚だけね葉っぱつけて、おっとっとと、完成としましょう。まあ少しね花の間ぐらいから刺してもいいかなと思ったので、こんな感じでね、刺して、あとはフラワーテープでまとめて完成となります。これのね裏作業が、まあメンバー限定動画ということでね上がってるかなと思うので、またね興味のある方はメンバー登録もしていただけると嬉しいです。はい、今回は金木犀作ってみました。ここまでご視聴ありがとうございます。またよろしければチャンネル登録高評価していただけると嬉しいです。